数学理論講座歴史上最も美しいオイラーの公式レオンハルト・オイラー1707年から1783年スイスの数学者彼の3世代前にあたるガリレオ・ガリレイ 1564年から1642年は、自然という書物は数学の言葉で書かれていると有名な言葉を残しました。この言葉の意味することは、自然現象を数学で書き表すことにより、理論の一貫性、 統一性が得られるだけではなく他の現象を記述した数式との間で相互の関連性を理解することができることを意味します。電磁気学を確立したマクスウェルは今まで別々な現象だと思われていた電気誘導と 力誘導の現象を数式で表すことにより電磁誘導という一つの方程式で記述し波動方程式で表すことにより空間を電磁波として伝播することを見いだしらに光の波も電磁波の一種だということを見いだし その後の研究により、波長の長い方から、電波、赤外線、可視光線、紫外線、X 線、ガンマ線までが電磁波で、中波数、波長の違いにより特性が異なることが分かってきたのです。 1864年にマクスウェルはそれまで明らかにされていたパラデーの電磁誘導の法則とアンペール・マクスウェルの法則と電波に関するガウスの法則さらに磁場に関するガウスの法則という電磁場に関する 4つの法則を統合することで、マクスウェルの方程式を見出したのです。この例にわかるように、自然法則を数式により起立することにより、自然現象間の共通性を見出し、電磁気現象を1つの現象であることを発見した、恒例であるのです。 ガリレオの残した科学・数学に対する見方は現在科学の根底にありコンピューターを駆使したシミュレーション物理学天文学数理物理学として受け継がれています。ガリレオの次の世代のイギリスのニュートンは微分法を発見し ニュートン力学という理論体系を作り上げ宇宙を支配する法則を明らかにしたのですニュートンの後で登場したオイラーはニュートン力学を深めることに多大な貢献をした惑星の軌道という問題は二点間の運動だがオイラーは数学的に拡張して 無数の点が互いに力を及ぼし合う運動にもニュートン力学を適用できる方法を与えたのです。オイラーは定数の研究においても偉大な業績を残し、現在に至る数学の研究の方向性を決定づけたのです。彼は 数学のあらゆる分野で現在につながる偉大な礎を築いたと言えるのですこのようにして見てくるとオイラーは雲の上の質のように見えるが彼の発見に至る道筋が実に自然で分かりやすいのです彼はいっぱい計算し そして考え、さらに計算し、さらに考え、さらに計算して、その中に渦巻っている真理を発見するのだった。私は、オイラーは、ひらめきの天才ではなく、努力の天才だったように思えるのです。これは、天文学者、 ブラーへの膨大な観測結果を引き継ぎ天体の軌道を計算しそこからケプラーの法則を導いたケプラーも努力の天才だったと思うのです考えてみてくださいコーペレニクスケプラーガリレオニュートンそしてオイラーの時代は すて手計算だったのです彼らがいかに多くの努力をして偉大な法則にたどり着いたのかを考えてみてください。現代のスーパーコンピューターを駆使する天文学者物理学者に比べ紙と鉛筆で計算しその上で考え その考えに基づきまた計算しその中に埋まっている真理を発見した彼ら先人たちのはなんと偉大な先輩だったのかこのようなオイラーの研究方法は現在の数学者たちの理想とするところだと思いますオイラーの公式に話を戻すと これも彼の研究方法の中から生まれたものです。9数と複素数という数学の2つの概念と三角関数と指数関数が結びついているのです。ここでオイラーの公式を示します。small e の iθ 乗イ,イコール スモール i はルートマイナス1すなわち虚数単位でありますスモール e はネイピア数を意味します左辺のネイピア数の指数関数が右辺の三角関数が虚数単位を用いることで結びつく というのがこの公式のの意味すするとこころですこの簡素で美しい公式の発見の道筋とこの公式がもたらした構成への影響を見ていくことにします。途中で少し理解が難しい箇所があるがそのような時はオイラーに倣って紙と鉛筆で 計算してみてみくださいそうすれば必ず乗り越えることができ達成感とともに素晴らしい景色が諸君の目の前に広がってくるはずです。2020 20年7月20日 INU 研究機構学長教授久保です。